はい、MC カードケースです。普段はカード入れとして持っててくださいね。カード出し、何もありません。よくシャッフルします。ストップってかかったらですね、こうやって見せますから、はい、いつでもいいですから、ストップってかけてください。はい、どうぞ。ストップ。はい、覚えてください。覚えました、はい、はい、いいですね。このカードです。はい、よーく待っててください。はい、はい、結構です。半分に分けてみてください。はい、どっちがお好き？こっち。はい、じゃあ持っててください。で、これは、ケースの中に入れちゃいます。いいですね。で、入れた方にあなたの覚えたカードが入ってるか、こちらにあるか分かります？いや、分かります。はい、貸してください。で、これ開けてみましょう。はい、どうですか？この中に入ってます？いや、入ってない。入ってません。はい、そうすると、こちらにあるってことですよね。はい、そこのケースはスリットがありますから、ここをこうやるとカードが出てきます、ほら。何が出てくるか分かりません。いいですね。はい。お引きになったカード何でした？ハートの6。いいですか？これ1枚出てきます。これ置いときます、ここへね。はい。で、こちらにハートの6があれば私の間違い。ありますか？ないですね。はい。はい、それを開けて見てみましょう。ハートの6です。見事合ってるわけですね。MC カードの別な使い方です。はい。怪しいとこありませんね。はい。はい、よく混ぜてください。どうぞ。はい、どうぞ。はい、結構です。ここへ置いてください。お尋ねしますけれども、一番上のカード何だか分かります？いや、分かりません。分かりません。はい。私が当ててみましょうね。こうやると。あ、分かりました。ダイヤのクイーン。開けてみてください。当たってます。カードがあります。こうやって適当に置いてきますから、お好きな時に、いつでもいいです。ストップって言ってくださいね。ストップ。で、このカード、覚えてください。見せてもいいです。ジョーカーでした。破いちゃいます。いいですね。はい。そしたら、1枚取ってください。はい、それ持っててくださいね。こちらに残りを入れます。これ置いておきます。はい。これ、ジョーカーの破片です。おまじないかけます。どうぞ、合わせてみてください。合いました？あ、はい、カードが復活したわけです。